4月9日15時半、ちょうど、ちょうどなったところですね、これね。本日も TBS 日曜劇場ラストマン全盲の捜査官、本日天気晴朗なれども波高し、撮影ますます会長なり、そしてドラマに全く関係のない人の中で、私世界で一番緑山に来てます。ありがとうございます。思い返せばね、あの先週、府中の、マンションの一室で、すいません、長時間のロケでした。いや、長時間でもいいんですよ、それが報われればですよ。報われましたね、いやいや、バッチリの取れ高でした。何言ってんですか、もう正直に言いますよ、あの時私が潜入したマンションの一室には、まさにこうリビングがあって、そこに小さめのダイニングテーブル、福山さんと大泉さん座っていた、向かい側には子役の女の子と、その横にあるお笑いの方がいて、重要なゲストの方、私は言いてえな言いてえなって、そこでブツンって切れて急に福山さんが登場したんですけども、本当はその間に、福山さん回しのトークがあったんですよ。で、福山さんは急にそのお笑いの人に向かって、私のマイク取って、マイク向けて、なんとかさんなんとかさんとかって言い始め、その人は結構あのお笑い的な、みんなが知ってる元ネタのね、あのお笑いバーンってやって、そこに大泉さん入ってきて、でみんなでまたSing for me Lyle の話をして、いやもうね、あれ本当福山さん、あの私も見ました、大泉さん歌うまくて、え、見たんですかみたいな、もう予告編で、予告編かいとかっていうのが延々とあったんですけれども、多分それはその方が誰かをまだ言っちゃいけないってことなんですかね、これね。ごっそりカットさせていただいてますが、あと5月中には多分オンエアできるんじゃないですかね。そうなんですか、その方がまだ出てこない、出てこないんで、だからね、福山雅治と総口昭久の地底人ラジオという名前の、この番組なんですけども、特に前回の放送は、ほぼ福山さんが出ないっていう、最初と最後だけっていう、本当はその間の方がね、あったんですけど、それがじゃあ5月ぐらいに出るということで、いやもうね、正直ヒヤヒヤですよ。だってですよ、ね、だってもう本当に素うどんになってるわけだから、放送が、具がないわけだから、なんか当たり前にあったことが当たり前に訪れないことの、そんなトラブルいらねえよ。ロード、なんでもないようなことが、いつも福山さんいたから、別にそれが幸せとも思ってなかったけども、どんだけやっぱり頼りにしてたかっていうね。本当に、いやいやいや、総口兄貴、第何章だよこれ、本当に毎週やってんのに、こういう第5章です、第5章ですよね、5回目になりました。いやいいよ別にその返しいらないんですよ、別に。多少ちょっとなりでも苦情とかも、マシャもっと聞きたかったっていう声も確かありましたよ、それやっぱあるよなと思った、ね、そりゃそうだよな。だってしょうがないじゃない。あの監視台のえなりさん的に言うと、だってしょうがないじゃないか、本当に。しょうがないじゃないかねえ、本当すいません。これ精一杯だったんですから、この間。そうですね、前回もね、もう終わった、やっぱほらもう台本覚えながら帰りたいからごめんねっていう、そうなんですよ。でね、昨日のあの TBS の感謝祭が終わったのが何時でしたっけ、夜23時48分に、番組的にはもう全て閉まった。でも終わったからって、そんな別に職帰りとかも一応ね、メイク落としたりなんかしながら着替えたりとかあるわけでしょ。着替えたりして、で、福山さんの場合はその後、ラストマンの、ある、シーンに使う衣装の、衣装合わせでも楽屋でやったりして、そんなし、いわゆる、そのドラマにまつわる仕事もあったんですか。そうなんですよ、そんなない、でもトイレとかレジを回り、はい、でメイク落としたり。で、今日何時にこの緑山に来たんですか。今日ですか、はい、7時半です。いや大変。ちなみにやっぱり寝不足の中、福山さん、今日大泉さんもいるんですか。大泉さんもいらっしゃいます、あの永瀬廉さんとか今で皆さん今日いない。もういますね。あ、いるいる。今日はあの緑山スタジオの、捜査本部のシーンを今まさに撮ってるので、じゃあまさに、じゃあ吉田洋さんとかもいる可能性が、桜班の皆さんはいます。松尾悟さんとかもいる、います。あ、じゃあ行きますか。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 今日あれ、今までと違うところに歩いてきますね、方向が。ああ、そうかもしれない。逆方向に歩いてってですね。はい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 。もしかしたらここ初めて来たかな。初めて来た、こっち。今ものすごい感じのいろんな方の衣装と、あ
とメイク室がなんか近づいてきた、明らかに近づいてきたわ。ラストマン、これはいかん、ここで、あ、ここで撮ってんすか、撮ってます、あ、こ、スタジオだ、あ、なるほど、あ、すいません、失礼しました、なんか結構大声だよ、あ、ダニエルさんいた、ダニエルさんいる、ダニエルさんって本当にどんなに緊迫してるとこでものほほんとしてますよね、なんかすごいですね、なんか本当近所のコンビニに来たみたいな感じでブラブラと、そうですね、いや、そういえばね、はい、まだほら多分行けないでしょうから話しますけど、福山さんとか大泉さんとかいるアミューズって事務所の中での上にいる方で、あのさっきね、はい、あ、今日見に来てらっしゃった、うん、あの方もと大泉さんとかのマネージャーさんですよね。あ、まあそうですね、はい、今日はもうなんか大泉さんのスタッフの皆さんのところにも突撃してみますか、たまには。なんでまた人のことだと思ってもしてみますかっていうか、やっぱり大泉さんのチームの皆さんって、はい、いつも楽屋の中で笑いが絶えないんですよ、ずっと。いや、まあそれも福山さんと思うんですよ、シャシャシャって笑う、偉いもん、で面白い人たちばっかがやっぱ周り一緒に、おにぎりもいた、おにぎりましたね、アシスタント何でしたっけ、アシスタントスタイリストですね、スタイリストか、そう、いつもそうそうか、福山さん周りの人がいっぱいいるの、いますね。一旦これシーン終わったんですか、今出てきましたよ、一旦今ねチェックしたりなんやなりだと思うんで、ちょっと行ってみますか。あ、ちょっと、うわ、初めてのスタジオ、これスタジオと控え室が超近いっすね、はい、近いです、あ、目の前が福山さんだ、あ、本当だ、お、みんないた、お、あれこれは、あ、ま、あ、ま、松尾さんいた、松尾悟さんいたな、あ、あ、福山さんいたな、うん、あ、なんかあの出番を終えられた方がお疲れ様でしたので、福山さんもね、ありがとうございます。永瀬廉さんが目の前でネクタイ結んでんな、今永瀬廉さんがネクタイ結んでるとかっこいいな、絵になる、今永瀬さん通っていきました、よし、永瀬さんも通っていった、福山さんもちょっと壁にもたれて、え、台本をチェックしていると。どうしますか、これこれちょっと、ただまあ大泉洋さんが今ちょうどシーンアップされたらしいんで、もう今日ここまでなんですよ、大泉さん、え、ちょ、帰っちゃう、帰っちゃうの、大泉さん帰っちゃうわ、帰っちゃうんですよ、もったいない、うん、捕獲しないと、ここで一旦網張っときますか、そうですか、ね、網を張るのは捜査線上にいる犯人を捕まえるためですよね、おかしいですよね、大泉洋さんを網を張って捕まえるって日本語の活用的におかしい、じゃあちょっととりあえずここで飛んで火にいる大泉を理論でここで待ってますか、ちょっとこう ね、 そうですね、火を燃やして、はいはい、おと言いながらも今福山さんの楽屋の前からちょっと入ってみたりして、あ、こう新しいとこだから、あ、畳新しいな、こう新しい部屋なんだ、リクライニングできる椅子などがちらちらと見えますからね、ドアが開きっぱなしになってますね、ここ新しいですね、これ、いや、やっぱり眠たいっておっしゃってましたよ、なんで、いや、そリクライニングで、はい、休憩中は、はいはいはい、はい、少しでも睡眠をとるとですね。ね、だまあセリフも覚えつつ、少しでもの間で、はい、睡眠を取ったりしつつ。なるほどなるほど。割りボンも。はいはい。割りボン。割りボンってなんですか。割りボンってなんですか。これここにこの今日取る内容とセリフと、まあ、あとカットの割り数みたいなのがここにも書かれてる。まあおおよその指標ですね、僕らは。現場の状況本当場面って書いてある、いろいろ、はい、捜査と、ね、うん、特別捜査本部と書いてある、今ここまで終わってますね、なのであとこんだけ残ってますね、 あと 8シーンぐらい残ってますね、本当だ、8シーン、そうですね、いや、ますます人が増えていっぱいだこりゃ、これはちょっといけないな、大泉さんの全く状況が分かんないですからね、分かんないですね、いや、総口さんとの緑山ロケもこれで3回目じゃないですか、3回目かな、3回目ですかね、そうか、うん、3回目にもなるともうなんかちょっと手慣れてきちゃうかなと思ったんですけど、はい、今結構過去にないぐらいドキドキしてます、いや、場所も違うし、はい、緊迫度も違うから、はい、で、あ、何度も言いますけど、あの我々ってあの顔パスでも何でもないそうですね、はい、はい、あ、これはもしかして、あ、マネージャー、マネージャーさん、急ぎかもしれない、テンション感で今釘を五寸釘を刺されました、今なんかちょっといい加減にしてくださいよって、いや、もう完全に大泉洋さんのマネージメントから警戒されてるわこれ、またやるんですかみたいな雰囲気だと思います、まあ、そりゃそうですよね、全然この仕事と関係ないところでこうね疲れさせるわけにはいかないっていうのあるでしょうから、あ、貴重、
当ですか。少しじゃあちょっとノックしてみますか。笑われてその少し出てきたタイミングで、ね、あですよですよですよ、ね、ですよ、ね、また止められた今ノックはまずいノックはまずいってありました。本当に我々の常識は世間の非常識なんですから本当に。彼がですね、はい、大泉さんのマネジメントのガッキーです。ガッキーまたマネジメントの割にすごい絞りの T シャツみたいな、なんか原宿の古着屋の店員みたいですよ。なんか大丈夫ですかこれ。今日だけ今日だけおしゃれしてた。そうですか。いつもいらっしゃいますもんね。いつもそうそう、はい、そうもうめちゃめちゃタフなナイスガイですよ。いや、はい、やっぱ大泉さんの忙しさからしたらやっぱこっちもタフじゃないと、ね、はい、うん、なんかちょっと大泉さんの裏話面白い話ないですか。いや難しすぎます。ちょっといやそういうもんなんですよ。いやその素人に急にそんな気がする。 DSP さんなんか自分がどんどん喋ろうとしてるいつかそれぞれ来るんですって。絶対面白い話してください。でも昨日の感謝祭とドラマコレクションから流れて大泉さん結構手応え掴んでた感じなかったですか。いやもちろん、まあ、そうでした。やっぱ序盤からすごかったですよ。もう全ての流れを持っていっていった感じでしたね。滑らかに出てくるじゃないですか。そんなでもそれはこれ大泉さんチームですから、もう楽屋の中が常に爆笑の音が聞こえてきてますから。でもそれって福山さんもそうですよ。大泉さんも疲れてるのにそんなことちゃんと自然にやっちゃうってすごくないですか。いやもうすごいですよ。常に楽しませようっていう感じ。台本覚えたりとかしてないですか。あもちろんもちろんやってますけど、まあ、とりあえずトークから入りますよ、ね、まずは。はい、ん何ですけど。そうですか、大丈夫ですか言っちゃって。でもね、大泉さんがもう帰っちゃうから。そうか、今福あ難しいな。こういう時に限って福山さんもいい、そして大泉さんからも話も聞きたいというこの、ね、こありますよね、人生でこういう時って。なんでまたトーク広げようとするんだろう。なんか最近ちょいちょい欲が出てきてるからとか。二頭もない一頭得ずと言いますからね。ですよ。やっぱりここは。いや、とりあえずまず、大泉さん、せっかく無駄で帰っちゃう。腰を据えて、腰を据えて、そしてまあこっちはこっちで、なんか軽くアピールはしていくみたいなね、スタンスだといいんじゃないですか。福山さん、いいとはいえ、役者の皆さんがわっているから、うん、勝手に多分マイク持っていくと、その方々の声も勝手に入っちゃったりするんですよね。ちょっと僕、今、状況見えてないんで、一瞬見ていいですか。絶対今やめた方がいいですよね。だっていろんな方がいて、あれなんで勝手にそんなことやっちゃうのって聞いながら、大泉さんと違ってる時間ですよ。ですよね。の間の少しずつこうかね、急速にやっぱりあのプライベートの中に、はい、こう割って入るわけにはいかないですよ。地底人ラジオが。そうですよね。いくらなんでもって感じだもんね。ちょっと待ちましょう。これはね。来た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 。あ。いたよ。いや、ここは福山さんも取れるんだけども、福山さんじゃない、もう一旦捨てて、大泉さん、一点外で行こうって。いや、一点外。福山さんが取れるんで、捨てましたから、今。いや、メインパーソナリティ捨てて。あれ交番表見てます今日の。見てます。もちろん見てます。あれ、僕にあの、いわゆる、業界用語で、出汁ついてるの、出汁。ですよね。だからもう出なきゃいけないんですよ。ですよね。そこなんか一点外でって僕止めてインタビューしてる場合じゃないんですよ。じゃあ行きましょう。行きない。これがいわゆるほら政治記者のぶら下がり。ぶら下がり。俺にぶら下がってる場合じゃないじゃない。いや福山さんで行きなさい。いや福山さん今次のシーン、いや大泉さんちょっとねもう変えられるっていうの少しだけ、昨日のそのドラマコレクションからの感謝祭、ラストマン無双。本当に。見てくれました。見ました。いやっていうか、ね、ネット記事も見たんですけど、その福山さんが、ね、永瀬廉さんのモノマネで爆笑を取ったら、はい、大泉洋も大暴れって、ドラマの番宣でそんなこと書かれる人います。大暴れって全くですよ、あのね、まあ、福山さんとも言ってましたけど、確かにね、我々ラストマンはどのゲームでも勝てませんでしたよ。でもね、優勝は僕らだって。キリン川島さんとかそういう得点のあれじゃなく、皆さんいらっしゃったけども、優勝は僕らだって福山さんと言ってました。ですよね先生って。昨日のね、確かにもうおっしゃると、もうラストマン無双すごかった。もうね、もうやっぱり僕なんかも出たこともなかったから、感謝祭っていうもの、そうなんでしたっけ、初めて出たんですよ。だってこれだけドラマにいろいろ出てらっしゃるのに。いやもうでも僕はもう初めて出たんですよ。だからもうペース配分が分かんないから。もうそのマラソンで言えばもう用意ドンとともに猛ダッシュして、いや私もね、あのリアルタイムでツイッターとか見てたら、もうさすが面白いの、なんか一個だけ、
ようちゃんちょっと落ち着いてって言うほらね、あの競馬でいうとこのかかっちゃってる、いやもう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 ダッシュ、もう確実に後半疲れちゃってもう無口だわ、もう背中丸くなっちゃってるわ。でもフレーフレーあたりでもマックスだったから、フレーフレーのあたりでももうマックスだったんですよ、あれ前半でしたからね疲れちゃって。本当に今田浩二さんも何かあったら大泉さんと小山さんに触れればいいけど、空気がもうあのスタジオ中に10万何かあったらすぐにパスが回ってくるじゃないですか。そうなんですよ、ま、そこからエンタッチでまた福山さん出したりとかするから、そうです。いや福山さんも言ってました、いや僕もねって、まあまあまあこの流れでいけば森脇さんのなんかやる気元気、うん、ね、それぐらいは僕も用意はしてたと、うん、ところがね大泉君からやっぱそのだいぶ変化球のパスが来たと長瀬廉のモノマネ出てあそう来たかみたいな、だ福山さんち見たらもう蹴れば入るっていうパスっていうよりかもう蹴ったんだけども一回ポストに当たっちゃってで弾かえってきたのを森脇健でもう一回もう入れたみたいな蹴り込んだみたいな、蹴り込んだみたいな、だいぶ難しくなってる。あ、まあ、でもやっぱそれぐらいやっぱ我々のやっぱりあのやってたことは高度でした。 いわゆるエンジェルパスみたいに触れば入るからもうそれぐらいじゃないって、いやいやもうそうじゃないですね、もうちょっとやっぱ難しいパスをやっぱ僕も出さないと。いやいやドラマの方を頑張ってバラエティじゃなくて、いや、ね、どんなドラマか一つも伝わってませんよ。そうですよね面白いおじさんたちが出るドラマって見えてるから、あ、お疲れ様です、お疲れ様。もうね、あのさっきからねなんかちょっともう本当に、いやそれはそうじゃん、だから僕出汁が出汁があんだから、そうですよね、それは今現場がものすごく急いで僕を上げてくれてるんで、ここで地底人ラジオに捕まってるわけじゃないですよ捕まってる場合じゃないの、地底人のノーギャラで地底人ラジオに、ちなみにあの先週あのやったやつとりあえず全カットになってるんで全カット全カット大泉さん出てねえなと思って聞いてた昨日どこ何どこ全カットしちゃってるのあのさんとかとやってたあのあれは、ね、5月中にオンエアするんで、あそうなんだ、昨日本当ねびっくりしました、全くなくなってるから大泉さんが、あそう、大泉さん勝手に出しておいて全部カットするっていうむちゃくちゃするな出たからじゃん、もう使ってよ、あります、5月に出んのそこは、そうです、あります、あそう、はい、全部使ってよ、楽しみにしてんだからな俺ありがとうございます、今やもう地底人ラジオはもうレギュラーだと思ってるから、ね、すいません、もう行ってくださいもん早く、いや行くよ行くよバカ野郎お疲れ様でした、お疲れ様でした、お疲れ様でした、足がいやいい人だけど、いやごめんなさい、もういい人に突き込んですいませんでした、しかも廊下で今結構大きな声で大丈夫かな、今大丈夫かな、今よかったですね、まずはちょっと大泉さん、まだタイトルコールも一切取れてないけど、ね、大泉さんだけたっぷり取れるっていうこの不思議な現象、いやいい感じの新しい形ですね、ステージラジオ、あ、ダメだ、もう見た、はいはい、ドライ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 ってドライだって言いながら、あ、ダメだ、もう間もなくドライだって言ったんで、まあ、福山さんもまちちらっと、まあ、頑張ってねみたいな感じでさっとしてもらって、しょうがないですよね、これ、どうしようもない、うん、じゃあ様子見つつ、はい、引き続き様子見ましょう、はい、まだちょっと福山さんね、タイトルコールをお願いするために近づけないですね、ないですね、ねえ、はい、なんでちょっと一曲ここでまずはお届けしようと思うんですが、あの DSP さんからの提案で、まあ、まさにあの何週間か前私が初めて緑山に伺った時には結構寒いと思ったんですけども、春が近づいてきたということで美しき花をお届けしたいんですけども、ねえ、春が来たというふうにおっしゃいましたが、あの DSP さんが実はね気分変えるために外で撮りましょうよって言われて、私半袖のまま外に連れてかれて、まあ正直春じゃないですよね、寒いですよね今本当に。寒いっすよね。別に雰囲気変える必要あんのかなと思って。大丈夫っておっしゃるから。いやであれ言えないじゃん、もう今結構遠くに戻って上着着るわけにいかないから、あの別に恋人じゃないわけだからムード作ってどうすんだと思いましたけども。一個一個やっぱ大事にしていきたいなと。まあ確かにこの日差しの感じはちょっとあの春が。春が来たって感じかなということで、福山さんと出会う前にもう一曲をお届けしたいと思います。福山雅治さんで美しき花、地底人ラジオ、福山雅治さんで美しき花をお届けしました。この緑山スタジオってまさに本当にね、あの横にあのゴルフ場もあったりして、
あの植栽とかね植えてあるあの花だったりね木とかも緑だらけですよね。なんかとってもいい環境ですけども、今日風がちょっと強くて本当寒いっていう、うん、そうですね。ゴルフやられたりとか、いやあのこの地底人ラジオでもちらっと言いましたけども、自分で勢いで買って無駄だったものっていうことで、ゴルフシミュレーターっていうね、はい、ゴルフのクラブを半分でちょん切ったみたいなやってそれを、はいはいはい、USB がついてて、はい、それを振るとそれを感知したスマホのアプリからテレビにつなぐと、はい、シミュレーションができるって、はい、ボールがこれぐらい飛んだみたいな、はい、なんてかわかんないけど2万円で買ったんですけども1回振ったら、50型でいてってなっててかそもそもゴルフやんねえしなってこうていまだにテレビの横にぶん投げてやるっていうね。一切やりませんゴルフ。失礼しました。やっぱこういうところでやる子がね続きそうですよね。外でやんないっつってんのか、はい、また人が来た。失礼。あ、福山さんいた。あ、松尾悟さんと福山さんがいるな。なんかまたラジオやってる時ながら、お、来た来た。これですいません、私福山さんと一緒にラジオやってます総口と申しますが、松尾です。いつもあの拝見しております。ありがとうございます。戸惑っていらっしゃいますけども急にラジオ出ろって言われて、福山さんから、ね、ちょっと急すぎてこんな権威のあるラジオ番組。権威ないですよ全然。タイトルが地底人ラジオですよ。いやいやいや、アンダーグラウンド、アンダーグラウンドいいじゃないですか。いや松尾さんといえばね、もう以前私はガリレオでご一緒させていただいて、でもあの時はねあの犯人なのでまあまあね、ゆうかさんあんまりこう犯人と接触しないタイプなので、今度はでも一緒にね、もうしょっちゅうなんか怒られてるんですよ。えそんな感じの役割なんですか。怒るんですよ。なんかいや怒れって言われるんですよ監督に。台本読んだ感じそこまで怒ってないんですけど、はい、怒ってくださいって言われるんです。福山さんに対して怒ってくださいとか、まあ、大泉さんにもなんですけど、ちょっと寒いんで何か言いました。そうですよね。失礼しました。今ちょっと大丈夫ですか。じゃあちょっとタイトルコールちょっと大丈夫ですけど、まあ、松尾さんはもう格闘技が大好きでね。そうなんですか。ですよ、だって留学士ワウワウさんに、ゲスト解説とかでたまに、じゃあゲスト解説仲間じゃないですか。そうなんですよ。じゃあ普段からそんな話してるんですか。普段からそんな話ばっかりしてる。アデサニアとかなんか、アデサニア今日ね、ちょうどあれですか、あ今日だったんだ。今日です。いやまたね、契約ワワさんが契約が終わらなかったから。そうなんですよ。惜しかったね。と思って。でもユーネクソさんに言ったんでしょ。契約がね。詳しいですね。そうそうそう。アデサニア、もうちょっと言わないでくださいよ。あ見てない。松尾さんまだ見てない。僕はあのね、セミの途中までしか見てない。そうそうです。格闘技話もできるし、これ現場楽しいですね。そうなんですよ。いや楽しいですよ。なかなか UFC の話できる人っていないですからね。今田美桜さんとか吉田さんの話したことない。いないですないの。この前、写メが送られてきて松尾さんから何かなと思ったら、あの松尾さんと TK と、解説の高柳さん、高柳さん、はい、アナウンサーの、MC の、の3の写真が送られてきて、あれはだから試合が終わった後でしょ。そうです。だからワウワウの最後の生放送が朝あったんですけど、見ました見ました。あれ終わった、あれ実は僕スタジオにいて、で出てはいないんですけど、ですよね、で終わってからみんなに上野に昼から飲みに行って12時間ぐらい飲んでました。世界の TK と。羨ましい。それこそ別に我々から見たら羨ましい。いや普通の人に見せたらなんかすごいごつい感じだったんですか。ごつい人、ごつい飲み方をしてるだけなんひたすら肉を食う人と、そうですか。松尾さんしかもこの肉体ですよ。このボディ明らかにスクリーンで見るよりも分厚いですよね胸板。何かやってる。やってます。いや僕まあ今はもうほとんどやってないんですけど、まあ、ラグビーもともとやってて、でちょっと総合格闘技もちょっとだけ。TK に習ってましたよ、だって、池谷さんもちょっとね。いや、俺、習ってないよ。そうですよ。ちょっと一緒に習って、いや、たまたまジムが TK が、はい、隣というか、同じ空間だったんですよ。はいはい、そこで今からもう20年くらい前かな、はい、そのジムに TK いてて、はい、で、そこのジムに、吉田秀彦さんとか、当時、あの世代の方々、藤田さんとか、まあ、みんなね、練習に来てて。そうですね。うん、世界の TK ですからね。世界の TK ですよ。世界の TK は僕が中3の時中2だった人ですからね。そうか、あの年豊作なんですよね。そうですそうです。で世界の TK、 桜庭和志、田村清、吉田秀彦、これもうみんな同い年ですね。全員カリスマじゃないですか。藤田さんもそうだったかな。
同じぐらいですよね、でもね。そうですか、うん、多分年下ですよ僕の。そう考えるとなんか時空が歪んでる気がしますよ、なんかちょっとね。なんか向こうの先輩感がすごいですもんね。いや先輩感すごいもん。いやすごいですよ、うん、まあ、あとやっぱり高坂さんね、ちょっと見た目がだいぶあのあれですからね。いや、あのそこだけ隠してもあんま分かんない。あの、まあ、戦国武将感が あるんで、甲冑似合いそうですもん。タイが出てないんだっけ。出てるんですよ、それが。だよね、なんか出てたよね。え、僕あのね、多分龍馬伝の前かな、1個前、天地人っていう。え、天地人か。そうね、僕出てたんですけど、高坂さんがなんか行者みたいな、あの修行僧みたいな、なんかでも実はスパイみたいな役なんですけど、1話だけちょっと 出られてて、高坂強しやと思って。そうか、そういうところで現場で一緒になってるわけだから。そうですね、そうなんです。羨ましい芝居だから、うん、羨ましい芝居場で。いやそうですよ、すっごい緊張されてましたけどね。そう、まあまあクレバーな方だからね。あ、なるほど。逆にあの、あ、逆にそういろいろこう何でもいいみたいな感じで来ないからっていう、うん、そう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 、まあそんないろんなね、こう格闘技話もできる、ね、愉快な松尾さんです。昨日のドラマコレクションから の、はい、あの感謝祭の中で、ええ、頼れる座長じゃなかったです。バラエティーでもガンガンに笑い取っていくっていう、もうね、あそこまでやる必要あるっていうぐらいやっていくっていう。僕はだからまあそのガリレオでもね、はいはい、一度ご一緒してるとはいえ、はいはい、ほとんどその時はもうお話ししてなかったんで、はいはい、まあ、今回福山さんとこんなに時間を共にするのが初めてなんですけど、はいはい、こんなに面白い人だと、ちょっと面白い人だっていうのはなんとなく分かったんですけど、はい、こんなに面白い人と思ってなかった。その事前に面白い人だっていうのは何か情報があったんですか。何かなんかあのまあ、福山さんのラジオをうちの事務所のスタッフがすごい聞いてて、はい、あ、そうですか。そう、すごい面白いって、あんまりイメージがなかったんで、すごい面白いって言われてもどれぐらい面白いですか。そうなんですよ、どういう感じで面白いのかな。そう面白いって言ってもいろんな面白さがあるからね。まあ、そう、私なんですけども、まあ、正直ほらもう今2枚目界の2枚目で、あ、まあ、イケメンの神様の子供だからね。山本キッド、のりふみさん的に言うと、神の子、神の子、イケメンの神の子、4秒で TK をしますから相手として、でもそだから突っ立ってっていうね。そうなんですよ。そんなイケメンが面白いってイケメン背負ってるからでしょ。わかるわかる。昨日はもうもうあなたさ、何全部見てたの。見てた。面白いから。あ、そう、まあまあでもほらやっぱりこう大泉さんがね、陽ちゃんがいてくれるから、僕はちょっとこう軽くそのなんつうのアウトボクシングっていうか、ちょっと距離取りながら、なんかある時はガッとこう中入っていくみたいな。例えがおかしいですもんね。まあそうですね。今の例えおかしい。しないですもんね。まあタックマッチですよね、でもね。そうそうそう。でも大泉さんも言ってましたよ、なんか福山さんそこまで笑い取らなくてもいいですよ。ねそうですよね。いやいや、いやでもね。取っていいと思います。ですよね、いや、ようちゃんからも言われるのよ、2で、はい、これ番宣とかなんでたまに2でコメント取る、ね、あの収録するときあるじゃないですか、はい、その時ようちゃんがこうなんかわーって言うから、はい、僕がそれに合わせてちょっとこう言うじゃないですか、はい、そしたらちょっとやめてください福山さん、あの僕が喋ってるのに面白いこと言うのやめてくださいって。自分の面白さが薄れるって、ね、そう薄まるみたいなこと言う。なんなんだって、わがままだなと思う。いやいや、だってやる気ね、ラストマンまでそこまでやるかっていうね。いやだからあれはまあ今日幼稚園にも説明してたんだけど、5時間かけて作ってきた応援の流れってあるじゃないですかね。最初そう、最初今田耕司さんが上白石さんの応援を拾って、なんだよ最高じゃねえかよ青春かよみたいなので、こう応援のリレーが始まって、で大泉さんに応援お願いしますっつったら、フレーが始まったら今度はフレーに全体が流れていったでしょ。でそうなるとその5時間 あのバラエティの縦軸の中で台本に描かれてない奥行きのあるこう番組作りになっていくわけですよ。何を言ってますかこの人、本当に中本にも、でその奥行きのあるバラエティになっていった時に、最後必ずあの福山さん、じゃあ応援をお願いしますってなって来るわけだから、ボールがもう何時間もかかることを考えてる、考えてるわけよずっと。すごいんですよ福山さん。そうで考えてる、で考えていって、あ、これ縦軸で考えると森脇さん軸っていうのがあるなと思ったけど、やっぱりこうね、あのそう元気勇気森脇みたいな、そのマラソンの時の森脇さん軸があるから、最後ここかなと思って、もう僕はもうゴールだけを見てずっと前に走って、ボールがここにね、あのサッカーで言うと前だけ見て走ってればボールがもうここに来ると思ってたら、永瀬廉のモノマネっていう回転がかかったボールが急に来たわけですよ。そこに来るみたいなボールが来て、これ
蹴れるでしょみたいな感じで来ちゃったんですね。そうそうそう、それが来たから、あのまあでも用意してた、やっぱオチとしては元気勇気ラストマンが多分落ちるはずなんで、そこをまあ永瀬廉モノマネで森脇さんと合わせ技で、ちょ複雑だけどこのボールを蹴ってみようと思ったんです。あ、そしたらもうダーン。そんなそんな来てた。いや、これはでかしたと思いましたもん、ね。あ、そうですか。来たなと思って。いやもう正直 ね、 あのアーチェリーで外してずっとどこで挽回しようかずっと考えてたんですよ。いやあそこで相当笑いも取ったしいいじゃないですか。いやだからね、ちょっと遊びすぎたんですよ僕が。あのカメラ目線からの AD さんとの語りが、すっかり集中力がねもう切れちゃって。長いですからね。そうそうなんですよ。あの後だからもう席に戻ったらようちゃんにもう慰めてもらいましたよ。まあこれはね、まあつまり先生あれですよね、あのバラエティーなわけですから、もう勝負だけ取りに行くんじゃなくて、やっぱり笑いも取って勝負も取りに、これ面積取りに行っちゃいますよね、わかりますっていう。大泉さんから、いやいや、そういうが慰めて。いやでも大泉さんさっき話聞いたら言ってましたよ。何？ラストマンが優勝だったって。あ、そう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 、もうラストマン優勝です。あ、点数とかじゃなくて、点数が優勝しましたよ。そう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 。いやもうね、松尾さんにもいてほしかった。松尾さんもめちゃくちゃトーク面白いから。いやもうすでにちょっと立ってる姿がもう漫才師の立ちのこういう感じの。いやいやいや、それはかしこまってるだけで。戦闘態勢。いや漫才師で言ったら、それは福山さんとね、はい、大泉さんとほら並んで立ってるじゃないですか大体ね、劇中でも、はい、でシャンと立って2人とも背が高いからかっこいいんですけど、はい、ちょっとカットの合間とかにちょっとこうあの楽にしてる時があるんですよ、はい、その時のこの2人の立ち位置とその喋ってる内容を、それからその福山さんが持ってる白杖がもうなんかねマイクみたいに見えて、なんかね漫才してみたいな感じ。漫才して、うん、面白いこと言ってるからこうやって。そうなんですよ。そこもここは面白いんですよね。僕は結構そこは見れるのが楽しいんですよね。この松尾さんのトークの面白さはこれどれぐらい世の中に。いやいやいや、全然認知されてないですよ。役としては結構ほらさっきあの怒鳴りつけてるじゃないけど結構ほらあのこわもてな感じの役も多いから。うんうん、なんか夜中的にそう思われてるのは何だ。どうなんですか。がっちりしてらっしゃるし。どうなんですかね。まあ半分ぐらい田口浩正さんと思われてますからね。僕間違われることあります。ありますあります。でも田口さんも僕に間違われる。もうすでに絶対話膨らましてますもんね。いろんなとこでこう仕上がってる。仕上がってる。何回か絶対今こうなんか。まあまあまあそうですね。してこうなんか仕上げてきた感じがありましたもんね。仕上げてきたとか言わないでくださいそんな。やっぱね演劇界はね、あのね芝居上手い人は喋りも上手いんですよ。あ、まあ大泉さんもそうですけどね。これは共通してる。あ、そうですか。だからやっぱね喋りが上手い人は芝居が上手いし、芝居が上手い人は喋りが上手いんですよ。あ、確か古田新太さんなんかもそうですもんね。そうですね。喋りも面白いし、うん、そう。今の話は僕のことじゃないですよね。松尾さんのことです。芝居が上手いってことですか。喋りも上手い。芝居も上手けりゃしね、喋りも上手い、喋りも上手けりゃ芝居も上手い。超えられましたよ。このドラマ出てよかったです。そしてもう松尾さんが乗ってるハイエースがかっこいいって言っても、もうねもう改造したい改造したい、この男が DSP がいつもハイエース乗ってるんですよこの人。 GSP ジョル13 DSP ジョル13じゃない GSP、そう、それをそこからもじってデジタル戦略プランナー、アミューズあ DSP、 略して DSP、 アミューズの DSP でございます。はいはい。あ、ハイエース改造してらっしゃる。かっこいいんですよ。そうです。松尾さんのハイエース。まあちょっとあのちょっとまあね、あのちょっとおしゃれな感じで。やっぱ俳優さんでご自身で運転してこられるから、うん、まああのまあ髪も取れるようにということで。そうですそうです。なるほどね。そうですね。いろいろ聞いたらいいんですよ。だから松尾さん。ぜひお願いします。はい。今日もハイエース乗ってきてるんですけど。あ、DSP さんもハイエース乗られてる。あのチームの車用車なんですけど。会社の車なの。カスタムです。じゃあちょっと後でゆっくり。はい。カスタム情報もね、カスタム情報、はい、じゃあ車とかにもいろんな、まあ、いろんなところにこだわりも多分おありになる方なんですよね。いやもうだってそれぐらいこういろんな情報量とこう掘り下げる力がないとこれぐらいの芝居やトーク力にならない。またなんかちょっと褒められてる感じしてる。いやそうですね、本当にこのドラマ出てよかったです。面白い、面白い。もうね、こんな素晴らしいドラ、あのラジオ番組に、ね、出させてもらうことになって本当。ステージラジオ そんなこと言うとね毎回来ますよ。もうね大泉さん今日出汁があるって、急いでんのにまた引っ掛けたの。ぶら下がりで政治家みたいな感じです。歩きながら歩きながらちょっと足止めてここで一回総理そうそうそう、そんな感じで
あの昨日の話なんかも聞いたりして。やめなさいよ、もう。まあじゃあタイトルコール、タイトルコール、あの一緒に、はい、はい、じゃあいいんですか。今回じゃあ、ま、松尾さんも言ってもらいましょう。福山雅治と松尾悟のの地底人ラジオ、地底人ラジオ、はい、じゃあ、じゃあ今夜地底人ラジオも言うんですね。あ、言うんですね。はいはい、じゃあ、じゃあ今夜も行ってみよう。福山雅治と総口明久と松尾悟の地底人ラジオ、やったー、ありがとうございます。すいません、すいません、いや、とんでもない、ありがとうございます。ドキドキしました。これ、いやまたね、ノーギャラなんですよ。いや、払ってよ。いいよ、まずいよ、払わないと。じゃあ、はい、今度お菓子でも差し入れします。あ、わかりました。じゃあ、プリンター食べましょう。プリンター食べましょう。あっち行きましょう。ありがとうございました。また後でちょっと行くかもしれません。すいません。はい、はい、行っちゃった。では、君町リクエストです。私、総口が代わりに読ませていただきます。今日ご紹介するのは、ラジオネーム葉桜さん、まさに今の季節、女性の方ですね、渋谷のラジオで聞いていただいております。渋谷のラジオでお聞きの皆さん、葉桜さん、こんちてじんと。先日、息子の高校の卒業式に行きました。コロナ禍のため、中学の卒業式も高校の入学式も親は行けなかったので、息子の晴れ姿を見られて嬉しかったですと。何より息子が生きてこの日を迎えられたことに感動しました。というのも、コロナ禍において高校1年生の時に心身が壊れて不登校になり、当時は生きているのがつらいと笑顔が完全に消えていたからですと。学校には電車の乗り換えが1回あったのですが、激しい腹痛を起こして、まあ、どうしても乗り換え駅より先になかなか行けませんでした。出席日数が足りなくなり、進級できずに通信制高校へ転校。そこでありのままの息子を受け入れてくれた先生や、同じような悩みを抱えた友達と出会い、少しずつ前に進むことができました。卒業式の後、息子に卒業おめでとうと言ったら、こんな学校を卒業したって、いや違うな、ありがとうと言ってくれました。4月からの進学先は、転校前の学校があった駅と同じ路線で、その駅のちょっと先です。当初、前の学校の駅を通過していかないといけないため、志望校から外していたけど、どうしてもその学校で学びたいという気持ちが大きくなり、受験しました。未来への約束や光という言葉から一番遠ざかっていた時、マシャのライブで私は生きる力をもらいました。楽譜通りには進まなかった息子の高校生活だったけど、また始まりが始まることに感謝して、始まりがまた始まっていくをリクエストしますという、まず今この葉桜さんからのメッセージを読ませていただいて、パッてパッ思ったことは、この葉桜さん、まあ、内容ももちろんですけど、文章がとても美しい、うん、私ナレーションなんかもやるんで、読んでいてなんかこうね、まあ他のメールもそうですけど、なんかこうぐーっとなんかこう情景が浮かび上がってくるというか、普段から文章とかも書くことがお好きな方なのかな、普段から手紙書いたり、なんかそんな感じがしました。もしかしたら、その息子さんとも、お手紙だったり何らかのその文章とかでのやり取りとかも、普段から LINE なのか分かりませんけども、まあこういうこともごめんなさい、もう勝手な想像になりますけども、例えばその心が疲れてしまった時だったりとか、なかなかその面と向かってのコミュニケーションが取れないことっていうのをね、まあそういう時期って特に親なんかとはね、微妙にこう距離が空く時なんかあった、多分この息子さんもそうだったかもしれませんが、そういう時にもしかしたらその文章を通じてたりとか、何らかのコミュニケーションがあったのかなね、と思いました。でも良かったですね、本当ね、そのやっぱりその、まあ、無事卒業ってこともあれですけど、私が一番わーっと思ったのは、どうしてもその学校で学びたいことがあるっていう、うんね、この文章からは、まあ、限定的な情報しか得られませんが、もう生きていくことにも精一杯だった、もしかしたらっていう、ね、大谷さんのその葉桜さんの心配もあった中、生きていくこと、そしてその自分のこういう未来に向かって、その自分の未来の姿が想像できるような、こういうふうになりたいんだっていうのが、多分この葉桜さんの息子さんも見えてきたんでしょう。葉桜さんも、まあ、多分卒業した姿を見たら本当に、ね、涙、笑顔、泣き笑い、
だった姿が私はこのメールを読みながら浮かんできました、ね。ではその葉桜さんおめでとうございましたという気持ちも込めて私の方から曲紹介させてください。福山雅治さんで始まりがまた始まっていく。地底人ラジオ。さあ福山さんにとって4年ぶりですよね。連続ドラマとなります TBS 日曜劇場ラストマン全盲の捜査官、いよいよ4月23日、ね、夜9時からの放送開始までもう迫ってきました、なのでもう福山さんますますちょっともうスケジュールパツパツのパツ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 なんで、なかなか私とも一緒にラジオを撮ることができない。で行き帰りとかでもなかなかやっぱり台本とか読み込んだりしてて、うん、話触れないっていうね、うん、でお互いに撮ったりしてるんですけど、まあ、DSP さんはねダニエルさんと一緒に常にやっぱり福山さんと一緒に帯同してるっていうね、ロケ現場なんかにも一緒に行っているということで、そこでサイコパスの脳細胞のニューロンがピピってこうつながったわけですね福山さんにマイク勝手に向けちゃえばいいじゃんっていうね、いわゆるいやこれ別にカメラ向けてないですよ、カメラそっち側に向いて置いてただけですみたいな犯罪者がよく言う言い逃れですけれども貴重なあの生態が野生動物の生態勝手に取れちゃいましたわみたいなその目の前横切るからみたいな感じで、DSP さんがついにですよ、無許可で盗聴し始めたやばいラジオですよ本当にこれねえ、最高感ありましたね。最高感ありますよね。この原稿でこういう風に描かれて初めてあそうかと思って。そうですよね。そーっと語って置いてるだけですもんね。そこに面白いことが繰り広げられてたんで僕はただ回してただけなんですけどね。ねえ。まあそれもだから普通盗聴っていうのは、何かこうポケットとかに IC レコーダー入れて、これを何かあったら裁判で使おうとかじゃなくて単にラジオに使うっていうね。そんな人誰もいませんよねこれね。まあマネージメントという立場で許してもらおうと。一体どんな撮れたんですか結局 DSP さん。5分ぐらい撮れましたねいやいや本当はこの素材の前の面白いところもあったんですけど、ちょっとその様子を伺ってる間に進んじゃったんで気づかなかったっていう。あ それを聞きながら、あれ俺これニコニコ笑って聞いてるだけじゃダメだなと思って、あこれみんなに聞かせてあげようと思って福山さんの面白話は共有財産っていうね、まあ、これもサイコパスならではの発想ですけどもね、わかりました。では一部だから音声多少ねお聞き苦しいところもあるかもしれません、ESP さんの、福山雅治盗聴セルフィー聞いてください。どうぞ。イケメンとはね、そういうのはそういう生きづらさ若干その時のためにちゃんと持ってたでしょって言われた時のための答えを教えてしょうかね。舐められるイケメン僕はイケメン代表としてね、イケメン代表として全イケメンでの会長としてみんなを守りたいと思ってる気の利いた返しを準備したから舐められちゃいます、ね、舐められた。なんだよなんだよ面白くねえなって。そうそもそもイケメン中だけど面白くないと思われるイケメン中だけど面白くないだろうとみんな思ってくるからね。そう準備よ。イケメンで面白い人はやっぱりこう思いたくないんですよ。やっぱりどうせ面白くないでいてくれって気持ちが強いでしょ。そこはこっちなんだ。そうそう前のみたいにイケメンの上にあぐらをかいて生きてるよね。そうそうそう面白いことなんか言えるわけないよ。そう表して必死にこっちは生きてきたんだ。向こうが勝手になんか歩いてくるだけで笑顔になるようなそういう人生歩いてるからこっちの騙しだと誰も笑顔になってくれないんだよそういう思いで意識したんだろう大泉さんはそこまでじゃないですよどんどん大泉さん大泉さんひどいことしてられるのだと思ってるけど僕は僕はやっぱり最後代表だと思ってるだからイケメンとして舐められてほしくないわけではそういう気持ちになったことがないそもそもイケメンの代表として舐められたくないんだ俺はと。いや大イケメンの10番としてラジオ回勝手に回してこの人盗聴してるわこの人ステージラジオ回して大泉さんごめんなさい盗聴されてたこのラジオ盗聴レポですね警察だって日本の警察は盗聴ダメって言ってんのに盗聴してた。ステージラジオは普通に盗聴始める盗聴始めた
ちょっと面白い顔をしてるなと思ったら回し始めるか勝手に地底人ラジオ、ね、その中身だって大泉洋がブサイクだみたいな話でおもむろに回し始めてほら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 僕は今我がチームに入ってきたね10番ねフォワードとフォワードイケメンと、何番だったんですか7番イケメン、イケメン、イケメン、イケメンの7番と10番じゃなくて高校時代のサッカーの背番号なんですよ。あなた勝手に君はイケメンの10番なんだろうとかなんか勝手にイケメン度を語り始めましたけど高校サッカーの背番号ですよ10番と7番をいやなんかね地底人ラジオの皆さん勝手になんかイケメン度を語り始めてるんですよ僕はだってもうイケメン界のだってあれですよクリスティアーノ・ロナウドイケメンですねイケメン界あ、まあ、ただ世代的にはもうロナウドの世代じゃなくてどっちかというとイケメン界のディエゴ・マラドーナですけどねもうさらにそ もっと前のね神の手も使っちゃうくらいディエゴディエゴいや違う違うイケメンの17番とイケメンの7番がちょっと気の利いた返しをしてくれないから悔しいんだ僕はモテるでしょって言われて気の利いた返しをしないこの10番と7番がこう悔しいってことそうでもちょっとでもやっぱりそうでもなイケメンのレベルが違うわけでしょやっぱりそこはあそうです ねいやだからそこが生ぬるいイケメンなの生ぬるい僕なんかイケメンで生活してるからでもやっぱりそこまでのイケメンとは違うんじゃないですかやっぱイケメンの神のことをあの六本木の交差点のあの職業イケメンって書いてるあれ僕ですよまあでもそこまでのイケメンでもないんでしょそこまでじゃないじゃんあくまでスタイリストにしてはいいにしては、ね、うんマネージャーにしてはいいっていうそういうレベルですよにしてはがついちゃうそうそうもう先生のもうそのもうイケメンの神様の子供のレベルではないあまあでもそこをだから同じレベルで抗議してもしょうがないんですよ生ぬるいとかって言ってもでも民族としてはイケメン側ですからね彼いやまあ確かにまあそれ種族としては種族としては、うん、イケメン種族かもしらんな君たちはな種族としては完全にこちら側、ね、そうそう、うん、俺はもうどっちかと僕らブサメンのな、はい、雑草食ってきてきましたからそうそう、うん、うちのヘアメイクはどっちかとはそうですよそらな、はい、勝負にならないですもん、ね、あそらそらうちのそらもうどっちかと種族的には僕たちの大泉はや、はい、いいんですか逆にその、うん、だからやっぱ面白いもんやっぱりそうじゃないと生きていけないですか、はい、我々はな、ね、黙ってたって相手が笑ってくれない笑ってくれないですお願いしますお願いします。いや私もその芸能界とかにはね疎いんでわからないんですけどあの私の、ネットやテレビとかから、まあ、ラジオとかから得た知識で言わせていただくと、この広い芸能界あまたのねスターがいますけども、テレビに映ってる時と楽屋のテンションが同じいつも人を笑わせて面白い人ってさんまさんだけかと思ったらここにもいたわいたわあの大概役者さんとかって楽屋とかでは静かにして本番になったらガッて入れたりするんですけど楽屋でも2人揃って声張ってるっていうこれ楽屋じゃないんですよしかもどこですか横浜の某ロケ地の港のもう思いっきり屋外です外ではいだだっ広い屋外のところでうわーって盛り上がってるんでてかてかだって僕行ってみたら、まあ、こういうトークが繰り広げられてますだって最初から声張ってたもんねしかも大泉さんも結構8割方の力でやってたでしょあれ、うんね、そうですね。いやそんなこといやいやいやみたいな感じだと思うねなんかね喉使っちゃいけないはずなのにそんないっぱいまあしかもね録音されてる盗聴されてるって分かってからこれね皆さんもう一回タイムフリーで聞いてくださいそうしたらもう一段階グンってギア入れてますから回ってんのじゃあもう少し行くかみたいな感じのもっと声二人とも声張ったでしょ急に聞きやすくなったもんよりやめろよガタガタブツツーじゃないもんねじゃあもうちょっと行くかみたいないやだから緑山に私が今回行った時に、うん、あのちょっと休憩するテントみたいなのがあって福山さんがさーっと入ってて、あ今ちょっと行けないかなちょっとね次に向かって準備してるかもしれないと思ったら中からどっかんどっかんもあれ起きてるからあれと思ったらこんなことが普段から行われてるわけですよ。これはね DSP さん今の考えたら
無駄にまさにオンズエアーじゃないですけど空気中に福山さんの面白いトークがどんどんダダ漏れしちゃってるんで、はい、捕獲した方がいいですよやっぱり。そうなんですよね、うん、いやだからねあのいつも使ってる、片手で持つような、マイクじゃなくて、野鳥を撮るような集音マイク買った方がいいですよあの野鳥の声とかあのパラボラアンテナみたいについてるやつあるじゃん向けて、ね、300メートル先まで撮れるみたいな、はいはいはい、あれならもっと遠くにいても、はい、面白トークを集音することができますからしかも盗聴されてると気づかずに野生動物の生態をゲットできるんで、はいいやそれ一応こんなの使いますよって言っといて福山さんに、はい、あの撮っときます面白そうなの撮っときますんで、まあ、あの緊張させませんからもう勝手に撮ってますから大丈夫ですからってあこれですねこの、パラボラアンテナみたいなパラボラアンテナにマイク立ってるやつメガホンにも見えるしそう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 これは目立ちますね野鳥をね写真撮ったりする人とかが一緒に注音してる感じの方、はいはいはい、それですよあまあでも逆にこれの方がこうちゃんとコミカライズされてて、あれは撮るわっていう、分かりやすいですよね、視覚的に。で、多分福山さんと大泉さんは、あのパラボラこっち向いてんなと思った瞬間に声グンってまた上げますから、なんか、あいやいやいやとかって始まりますから、なんか、先生って言いますから。そうですね。ねえ、あの、これからもじゃあちょっと、あの時々様子をね、あの測りつつ、ぜひちょっと、うまいこと盗聴していただいて。そうですね、そこに爆笑があれば、まあ、ちょっと様子見つつ。もったいないですから。はい。面白トークがあの空気中に発散されていくのが、はい、分かりました。じゃあこれからもやっていただくということで楽しみ。内容的にはいかがでしょう、ね、なんか最近こう現場でイケメン道について話してる機会が多いらしいんですけど、はいはいはい、そうなんですか。その福山チームにイケメンのマネージャーさんが、うん、あそうなんですよ。私お会いしたことありますかね。あの背の高い人ですか、ね、そうです。あ、緑山でご紹介はさせていただいたんですけど、はいはいはい、まあ若手ですよね。20代中盤の、はいはいはい、正統派イケメンの、はいはい、はい、いや、まあほらマスク外してないからちょっとあれですけど、はい、外してもやっぱりパチッとした感じの顔なんですよね。ちゃんとイケメンでしたね。あ、そうですか、はい、それはあ、しかもチャラチャラしてます。大丈夫ですか。それがですね、してないんですよ、はい、あ、そうですか、はい、意外と末っ子キャラで、あ、可愛がられる、はい、あ、でもそんな感じだから福山さんもなんかちょっといじってるっていうね。あ、そうですね。モテるでしょって聞いたらなんか気の利いた会社ができなかったらしいんですよ。あ、さっきちょっと言ってましたもんね、はい。それはなんか話の発端で、イケメンにあぐらをかいちゃいけないんだというのがこう福山さんの、あ、はい、イケメン道って、ね、ちょっと福山さんのイケメン道ちょっともっともうちょっと聞いてみたいなと思いませんか。なんかその、はいはい、イケメンの身にあぐらをかかなかったイケメン道ってどんなことがあるんだろうっていう。あ、はい、あ、でも大泉洋さんもこんな風に勝手にラジオ回してたのにこんな簡単に受け止めてくださって話を面白く膨らましてくださりもイケメンですけどね。いや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 、そこでほらちょっとでもムッとした感じでもなく、はい、めんどくさって感じがしないっていうね。めちゃめちゃイケメンだなと思います。逆にだったらもうちょっと本気出そうかみたいな感じになっていくっていうね、はい、いやそれは私も分かってますよ。それもだってもうロケ現場に行って毎回毎回それはもう相手するのめんどくさいと思うんですけどもねえ、ちゃんとしっかりこうやってく対応してくれるっていうね。大泉さんのマネジメントは、うん、ちょっとめんどくさいけども大泉さんがいいって言うからいいかみたいな感じあると思いますよ絶対に大泉さんがなんか楽しそうにやってるからまあちょっと忙しいんだけどみたいなねえ。じゃあ福山さんへの往復書簡としてあのセルフィー撮るときにこのイケメン道について福山さん一人のほらあの誰か媒介がいてその人をいじるんじゃなくて、うん、福山さんなりのこのイケメン道の考え方もうちょっと深くちょっとじゃあ深掘りしてきていただいて、だって福山さんこそねこの業界でもいろんなイケメンを見てきてね、進化するイケメンもいればあぐらをかいてそこからいつの間にかいなくなってしまった芸能界のイケメンも多いでしょ。それは残っていくね、芸能界で残っていくイケメンといなくなるイケメン何が違うのかっていう、別にトークが良ければいいってわけでもないでしょうしね、何なんだろうなっていう。じゃあそれもじゃあ私の方から往復書簡でぜひ聞きたいとね、じゃあそしてイケメンじゃない我々はどういう努力をすればいいのかね。いや大泉さん正直言ってめちゃめちゃかっこいいですよ。スーツの着るとバチッね、本当に。いやそうじゃない普通の我々はどうしたらいいのかっていうのをちょっとそれ聞いていただいて、じゃあ DSB さんお願いします。それはちょっと、はい、わかりました。さあ今回の盗聴セルフィーを受けて、まあ、福山さんの歌の中にはあのてらいもなくやっぱりいい男を歌った歌もあります。さあその代表曲をお届けしましょう。福山雅治さんでギャング。地底人ラジオ。まあギャングのミュージックビデオって今からもう今は多分そんなことまでやんないかなっていうぐらいこういい男っぷりがガンガン出てる感じですもんね自分からほらもうオーラを全開にしてる感じの、
俺イケメンですけど何かっていうね、イケメンの神の子っていうね、改めて今それ聞いて思いました。福山雅治さんでギャングお届けしました。地底人ラジオ。急に思考の踏み方のレクチャーが始まりましたよ、ね、おにぎりくんがですね、まあ、その風邸が新弟子っぽいみたいな話から、まあ、思考を踏むのが体にいいという松尾さんの話からの新弟子で、思考できるんですか。体めちゃくちゃ硬いんで、あの股関節どころか体でも私これ以上曲がらないですもん。硬いね。まあ俺も硬いけどね。全然つかないですもんね本当に。でも体柔らかいってやっぱりあのなんか年齢とともに硬くなっていくんで大事だって言いますもんね、いろいろね。うん、血流だよね。やっぱり柔軟性がないとね。いやてかね、あのおにぎりさんがね、私が本当にね4週間前ぐらいに最初会った時よりもうみるみる太ってきてますよね。やっぱお弁当食べてじーっと待ってた、またお弁当食べてじーっと待ってるじゃないですか。なんかまあでも食べれるっていうのはこれまた羨ましいというか元気な証拠だよね。まあ量食べられるもんね、確かに、ね、量が入んないもん。要はその消化している、うん、内臓が動いて消化している状態が疲れるなと感じるっていう。胃が動いたりとかしてる時に今血液が、うん、あの胃を動かすために胃に集まっていって脳から血液が少なくなってると感じる。そんなの感じたことないですよ、そんなの。なんちゅう繊細さなんですか。今脳から今胃の方に血流がいってるなぁとかって感じています。いやめちゃくちゃ感じる。本当ですか。食べてる、減ったでしょ。だってさ、まず私は夕食一食しか食べてないんで。あ、朝それ今も続けてる。変わらず朝も昼も食べてないんですよ、ね、おおすごい。だからここに来ても今の運は羨ましい運じゃなくて変わってるねって運でしたね。うーんっていう。今何キロ。え、ごめんなさい、66とか。はい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 。70いってないと思うんですけど。70いったこともあります。72ぐらいまでいた。なんかそれは大きい、ね、いや福山さんにも明らかになんか一回お腹あたりグッて掴まれたことあるんですよ。どうしたこれ、どうしたみたいな感じでがっぷり四つみたいな感じでグッて掴まれて、お腹のこの浮き場の部分をこうやって。いや僕だけじゃないと思うけど、やっぱりね、総口さんには可愛くいてほしい。多分それはもう地底人ラジオリスナーもそうだし、いやいや、まあ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 、あの、はいはい、総口ファンもそうだし、可愛くいてほしいですね。そう、綺麗なおじさんをもっと増やしたいですよね。余計なお世話かもしれませんが。それあのご自分のコスメライン作りたい的な話の時もそういうことをおっしゃってましたもん ね、 なんかね。そうですね、コスメもそうですし、はいはい、なんていうんですかね、そのやっぱり僕も気をつけてはいるんですけど、自分で自分のことってあんまりわからないじゃないですか。その例えば匂いであるとか、そういうこともさ、ま、松尾さんなくもないから。そう、あのいやもう今日ね、さっき聞いてたんですよ、あの、なんすか、アデサニアと誰が試合でしたっけ。アレックス・ペレイラ。まあ僕らまだ試合の結果知らないんですけど、言いませんよ、私言いませんよ、もちろん。予想としては、松尾さんはどっちなんですか。僕はでも、まあ、アデサニアじゃないですかね。ちょっと前回はあの結構立ちにこだわってやってた、ね、あのだからあのペレイラの土俵で戦ったんで、次はやっぱり勝ちにこだわってアデサニア寝かしに行くんじゃないかな。もう完全にガチの解説ですよね。でもね、まさかあんなにねこうベレーラがさせないというか、まあ付き合ったっていうのもあるでしょうけど、うん、あのちょっと例えばね、昔になっちゃいますけど、はい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 、あの K-1 からミルコが来た時にね、はいはいはい、いやいやもうこれ倒されてもう終わりでしょみたいな、はい、あ、大丈夫です、はい、すいません、あ、すいません、すいません。いやもう藤田がもうバーン取って、もう寝かせて、もう動けなくして、あとはもう殴るなり決めるなりでしょうと思ったらよ。あれ何発目だったっけ、ね、いやもう結構早い段階でしたね。ねえ、なんか何回目かもう。大出血。戦慄のね、あんなに割れてたって、ね、そのやっぱ狙ってすごかったでした。じゃないけどね、ペレイラも、だから、でほらキックボクシングからの転向だから、ね、あんなに倒されないとは思わなかった、うん、完全に上野の飲み屋で話してるこう格闘技の話ですよね。完全にこの間 の、 その、ね、芝居場よ、芝居場ですけど、ね、嬉しくてしょうがないです。現場でねやっぱりねUFC の話できる人いないんですよ。俺もだから嬉しくてしょうがないよ。俺も歴代ファイターで一番好きなんだろう。またそんな愚問あれ愚問ですか。でもこれだってこれだけ見てきた人は誰なのかな、まあ、歴代っていうか、まあまあまあ何人か挙げるとすれば、
タイプがあるからやっぱり、うん、愚問ですよって入り方がまた格闘技好きのめんどくさいところでなんかそれ愚問だよそれっていうのが誰ですか。ロイ・ネルソンです。あーそうポテーっとしてるんですよ。でヒゲがバフ生えてるんですよ。なんでやっぱり体型にやっぱりちょっときょこうなんか共感を持つちょっとデブッとしてるマークハントとか、マークハントそうイゴールボブチャンチンとかああいうチャンチン、ああいうあんこ型が好きなんですよ。エメリアエンコヒョードなんかもそうそうそう、あのあんこ型で世界取った選手ですからね。最近はなんかねタイツイバサっていうまたあのあツイバサ、ね、ちょっとデブッとしたのが出てきてやっぱどうしても好きなんですよね。やっぱりなるほどね。福山さん、福門ですが、確かに福山さんってそういう話あんまり聞いたことないかもしれない。僕ですか。僕はやっぱりその誰か一人っていう風になると、まあ、あこれ UFC ですか。いやいや、後ろどうぞ、後ろどうぞ。すいません、今、すいません。本当すいません、今。UFC ですかって大きな声で言って。UFC で？いや、行ってなくてもいいですよ。いや、でも、カノジゴロとかまで行かないと。カノジゴロまで行き始めたら、それはね。ちょっとさすがに見たことがない。確かに。まあでもやっぱり一番泣いたのは東京ドームの桜庭ホイスでしたよね。 あの涙何いやいやいや何でも、まあ、嬉しい涙でもあるんですけど、なんかでも何でしょうね、はい、嬉しい以外の何かもありますよね。なんかでいろいろ遡っていくとさ、やっぱりかつてその幕末、はい、いいとこでここから格闘100年を幕末まで来たの今。地底人ラジオ。さあインフォメーションです、ね、2023年4月期 TBS 日曜劇場ラストマン全盲の捜査官まさに撮影会長、今もそこで撮影してますけども近づいてきました。初回放送は4月23日夜9時からスタートということになっています。福山さんがまさに、凄腕の FBI 特別捜査官、まあ、全盲のね事件を終わらせる、解決するというラストマンに扮します、南博美役を得られます、もちろん、ね、大泉洋さん、それよりも吉田洋さん、今田美桜さん、永瀬廉さん、ね、今日登場していただきました松尾悟さん、あと各話ごとに、豪華なゲスト陣も出演、今から見るのが楽しみです。3月21日発売になりました音楽デビュー30周年全国アリーナツアーブルーレイ &DVD ザ・ライブ通常版発売中です。ガリレオオリジナルインスタントコーヒーユカブレンド好評発売中です。ガリレオシリーズの著者東野圭吾さんが豆をチョイステイスティングされました納得の味、こちらも生産数量限定のためお一人様2個までとさせていただいております。福山雅治プロデュースこだわりアイテムを揃えた福山屋ニューアイテム好評販売中です。各詳細は福山雅治オフィシャルサイト公式 SNS にて随時最新情報を発信しております。そちらをぜひ確認ください。19時あ、できた。はい、終わりましたよ。はい、4月9日今夜7時5分を回ったところ今日終わりましたけど思ったより早く終わったんですか。今日そうです。今日はもうすごくあの予定の交番よりも巻きまして、いやもうでももう昨日の感謝祭があったんでもうこのぐらいで終わっていただかないともう持ちませんよだって大泉洋さんも昨日帰りの車の中では死んでたって言ってましたもんね。そうですね。あの僕もねその結局その洋ちゃんと、はい、あの番宣に出て出るなんてのは実はほぼない初めてなんじゃないかな。もしかしてだか番組では例えば「SONGS」とかそういったこう番組ではゲストを出させていただいたりとか絡みっていうのはあるけど、まあ、紅白でもそうでしたもんね。いわゆるその PR でね、うん、ありがとうございます。もう芝居場のね、はい、あのスタジオが終わった後には必ず一納豆をするっていう。しかもなんかスタンディング納豆ってすごいね。いやもうスタンディングオベーションじゃなくて納豆くるの珍しいですね。スタンディング&あのお着替えしながらの納豆いやまたごめんなさい DHT さんが今ズボン脱ごうと瞬間にしょうがねえなってしょうがねえなもう本当にもう行くよ。はい一回上げて下ろすっていうこのしょうがねえな。マイケル・ジャクソンのジャケットプレーならぬこのズボンプレーっていう脱ぎながら脱ぎながらのパンイチ脱ぎながらのパンイチなりながらの納豆納豆っていうもうありえないでしょ。変態ですね今パンツでも一回直してのパンイチで納豆の蓋を変態紳士納豆ですよ。そうですね。いきますよ。いいですか。
このしずる感が。お疲れ様です。着ていいですよ。別にパンパンツのまんま。違う。あのシャワー浴びたいの。あ、そうかそうかそうか。でシャワー浴びる前に。あ、そうか。おっしゃってましたね、いつもね。そう、シャワー浴びる前に。なっと。これね、喜びすぎだよ。ここまでのやつは初めてです、ね。本当ですか。そう。パンイチナット。いつもじゃないんですかこれ。いやいつも、ま、毎回そうよ。あ、そうですか。パンイチナットはそうなんですけど、でラジオがさらに回ってる。そうですよね。まあ映像は絶対無理ですから、これどう考えても。映像表現の限界を超えたラジオでしかできない表現だから。そうか、すごいすごい。間違いなく超えてますね。パンイチナット。納豆を芝居が終わった後に即食べる。もうちょっと自分でも面白くなってますもんね、この状況が。そんな俳優いるか。そんな主演俳優いないですよね。俺は今世界でただ一人だけの、もう唯一無二の存在になったという、その、そうですよね、そのカタルシスを感じてる。いやもう誰もついてこれない。誰もこの領域には誰も来れない。そうですね。だからまあ大泉さんもね、だから今回改めてあの割り箸ね、あいパキッパキッ、今ねちょっと割り箸を 片方を歯でくぐさせるね、で納豆をこねます。うわうわ、こねてる。いやうわ、はい、もう納豆、はい、乳首納豆って私の目の前に今もう左乳首納豆、左乳首っていう相当すごい。あ、右乳首に持ってきた。右乳首に納豆を持っていった今。すごいです。バカですねこのラジオ。バカラジオですね本当に。相当バカですねこれ。もうほら納豆か乳首か分からない。危ない危ない。ほらほら、確かに色が似てるから。ほらほらほら、あ、そう、保護色になってどっからが乳首か乳首か乳首か分からない。すごいやばいやばい、このやばいラジオすごいですね。これは相当面白いですけど、これはやばい。いやだから大泉さんもね。そうですね、やっぱ大泉さんも今回初めて番宣で一緒にねこう回ってるけど、やっぱね人がいると、人がいるとっていうか、やっぱ求められるとやっちゃうわけよ大泉さんも。だから疲れちゃう。あ、おっしゃってました、昨日は本当にあのペース配分考えずにやっちゃったから、最後はもう本当に疲れちゃって、口数少なくなって背中丸めてましたって言ってましたから、もうなんかもう連続ですもんね。しかもみんなが大泉さんと福山さんに振ろうとするからね、一回振って笑い取って次進もうとするから、もう全然気が休まらないっていうね。こういやでも どうだったんですか、はい、ご覧になってて。僕らはまああの出演者なんで、はいはい、まあなんていうんですかね、こう試合が終わった後ってなかなか選手ってこう自分のこと振り返れなかったりするじゃないですか。あ、そうですよね、確かにね、当事者すぎて分かんない、うん、昨日ご覧になってて総口さんのこう一視聴者としての感想。いや私もだからほらやっぱ福山さんにこう近いっちゃ近いんで、あの、いや面白かったなんて思ってましたけど、やっぱ市毛さんがねアミューズのね福山さんの育ての親とも言われている市毛さんがね、リースペースちょっと聞いていいですか、市毛さんが、あ、市毛さんが、まあ、うちのその福山藩の部長のところに、まあ、朝の4時ぐらいに、まあ、その、オールスター感謝祭が終わった後に、まあ、あまりにも2人のトークが面白すぎたんで、これは数字取るわよって確信めいたメール、ラインが届いたわざわざ朝4時にこれ取るわよっていうふうに言ってきたっていうぐらいの手応えが市毛さんもあったっていうドラマ見てよですよね、うん、これね大泉もちょっとおっしゃってました、ドラマの内容よりもなんかこう福山さんと大泉さんが前面出ちゃって、あれはどうだったんだろうとちょっと思うところもあるっていう。そうそうそう、あまりに笑い取りすぎちゃってっていう、やっぱり、でもほらやっぱりバラエティ制作スタッフさんたちもさ、芸人さんたちもさ、みんなほら大泉さん好きなのよ。あ、だからこう、嬉しくなっちゃいますね。そうそうそう、もうなんかこう絡みたいわけですよ、福山さんも福山さんで思いっきりやってくれるもんだから、これはこの機会にと思って、ザコさんとかね、そうそう、うん、あそこまで受け入れてくれてね、ザコシさんもなんかあのツイッターでもね、ありがとうございますみたいなこと言ってましたけども。いやもうこちらこそですよ。でもザコさん本当に丁寧な方で、はいはい、あれ本当にさ人柄が出るっていうかさ、はいはい、あの本番終わってね、ええ、試合チームって入るでしょ。CM 入った後にさ、はいはい、ザコさんがこう一人であの荷物をさ片付けてさ、はいはい、で一人で荷物片付けて、はい、あの僕に向かってありがとうございましたってこう
一礼をしてこう、そう手形のを切って帰っていかれるザコシさんを見て、やっぱりこう長くこの世界で生き残ってこられる方っていうのはやっぱり礼節を重んじるんだなと思いましたよ。いい話なんですけど、毎日で仁王立ちなんで、もう来ていいですよ。もう乳首なのか納豆なのか分からない。分かんない、もう小粒納豆がついてる可能性がありますけど、うん、来てください。いや、あ、もうエンディングですからもうね、うん、我々ももうちょっとね、これ以上言ってもあれなんでしょうけど、パン一でじゃあ今日はエンディングをいいですね、のまま行こう。パン一仁王立ちでエンディングっていう、うん、はい、じゃあまあ今日はもうエンディングということで、そうです ね、 ね、でも今日早く終わってよかったですよね。そしてもう放送開始も近づいてきました。本当近づいてきました。これいつオンエアするの？今週末なので、なんでもうあと1週間ぐらいで、その次の週がオンエア、ね、オンエアですよ。そうか、はい、じゃあまあとにかく、はい、皆さん見てくださいね、うん、いやもっとラストマン、ますます楽しみになりました。いや、あの見ててスカッとする内容になってますから、うんうん、もちろんハラハラドキドキもあって、あの謎もあって、はいはい、でサスペンスもあって、うん、ミステリーあってアクションもあってみたいな。アクションもあるって感じでおっしゃってましたもん、ね、いやもう第1話も盛りだくさんですよ。で、あの全盲の捜査官もあのアクションすごいっていう話聞いて、おいやもう強すぎますよ、ね、いやそう、みんなが本当にめちゃくちゃ強いんですよって言うから、もうますます楽しみですよ。いやそうなんですよ、まあ、新たなニューヒーローの目撃者となれ、うんうんうん、いいですか皆さん、来週からいよいよ始まります。これを合言葉にドラマを見てください。それでは合唱はお願いします。元気、勇気、ラストマン。いやいやいや、また印象が薄まっていくから、なんか笑いの印象が強くなってくるから、全裸パン一で、全裸パン一で元気、腕組みして元気、勇気、ラストマンっていう今日いい胸筋してますね、やっぱね。あでもね、ちょっとね、トレーニングに、あそこ行けてないからね。そうですね、まあまあ週に一度はね、そうですね、行くようにしてはいるんですけど。いや動いてる動いてる、すごい動いてる、左右タイミング、右左右両方動いてる、すごいな。初めて見たこの動いてるの、福山さんのやつが。ごめんな。あ、ごめんな。筋肉と喋ってる胸筋と。左の大胸筋と右の大胸筋にちょっとね、はいはい、いつも可愛がってあげられなくてごめんな。かまってやれなくてごめんな。本当だ。大丈夫だよ。ドラマ頑張ってって喋ってる。すごいですね。失礼しました。じゃあもうあの今日。ちょっとでも早く終わって少し休んでいただいて、はい、もう今日はもう帰って休みます、はい、ありがとうございます。それでは、また来週セームタイムセームチャンネルでお会いしましょう。お相手は元気、勇気、ラストマンでした。ではまた来週まで、バイバイクー。